要な作業・成果物を階層構造で表す WBS。 おはようございます、マサルです。今回は WBS について一緒に勉強していきましょう。早速今回の問題に挑戦してください。 IT パスポート令和4年春問36。プロジェクトで作成する WBS に関する記述のうち適切なものはどれか。 A. WBS ではプロジェクトで実施すべき作業内容と成果物を定義するので作業工数を見積もるときの根拠として使用できる。 E. WBS にはプロジェクトのスコープ外の作業も検討して含める。 U. すべてのプロジェクトにおいて WBS は成果物と作業内容を同じ階層まで詳細化する。 A. プロジェクトの担当者がスコープ内の類似作業を実施する場合 WBS にはそれらの作業を記載しなくても良い。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は A. WBS ではプロジェクトで実施すべき作業内容と成果物を定義するので作業工数を見積もるときの根拠として利用することができます。それでは WBS について一緒に勉強していきましょう。 WBS はワークブレイクダウンストラクチャーの略です。プロジェクトで実施すべき作業内容と成果物を階層構造で表した図のことを言います。一つのプロジェクトを達成するには様々なタスクがあります。それらをこの図のように階層構造で表すのが WBS ですね。なお WBS の最も小さい単位のことをワークパッケージと言います。一般的にワークパッケージは1週間以内に完了できるように設定します。1週間以上かかるようなタスクを見積もると見積もりが曖昧になってしまいます。逆にワークパッケージを小さくしすぎてしまうと管理に手間がかかりすぎるのでワークパッケージの大きさはバランスが大切です。ここで補足があります。WBS と似たものでガントチャートというものがあります。ガントチャートはタスクの進捗を把握・共有しやすいように棒グラフで可視化したものを言います。 WBS で細分化された作業をグラフ化しているのがガントチャートです。それでは問題を見直しましょう。プロジェクトで作成する WBS に関する記述のうち適切なものはどれか。正解は A. WBS ではプロジェクトで実施すべき作業内容と成果物を定義するので作業工数を見積もるときの根拠として使用することができます。その他間違い選択肢についても見ておきましょう。選択肢 E についてはスコープ外の作業も検討して含めるとありますが WBS ではプロジェクトのスコープ内の作業を記載するので間違い選択肢です。選択肢 U についてはすべてのプロジェクトにおいて WBS は成果物と作業内容を同じ階層まで詳細化するとありますがプロジェクトによって工程や成果物は変わるので全てのプロジェクトで同じ階層まで詳細化することはできません。よって間違い選択肢です。選択肢 A については類似作業を実施する場合は WBS にはそれらの作業を記載しなくてよいとありますが WBS はスコープ内の作業を全て含みます。類似作業であっても記載する必要があるので間違い選択肢です。それではもう一問別の問題にも挑戦してください。 IT パスポート令和3年問54。 WBS を作成するときに作業の記述や完了基準などを記述した補助文書を作成する。この文書の目的として適切なものはどれか。 A. WBS で定義した作業で使用するデータの意味を明確に定義する。 E. WBS で定義した作業の進捗を管理する。 UWBS で定義した作業のスケジュールのクリティカルパスを求める。 A. WBS で定義した作業の内容と意味を明確に定義する。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は A. WBS で定義した作業の内容と意味を明確に定義するのが補助文章の目的です。先ほど WBS について勉強しました。 WBS は作業を階層化して図にすることでプロジェクト全体の作業を俯瞰して見ることができます。しかし各作業は作業名だけで記載することになるため多くの情報を伝えることができません。そこで各作業の詳細情報を記述した WBS 辞書が必要になります。
WBS 辞書に記述する内容の例としてこのようなものがあります。例えば作業の詳細を説明する作業の説明であったり、作業が許容範囲内で完了したと判断するための受け入れ基準などを記載します。複雑なプロジェクトになるほど WBS は大きくなっていくため、 WBS 辞書のような WBS に対する補助資料が必要になります。それでは問題を見直しましょう。 WBS を作成するときに作業の記述や完了基準などを記述した補助文書を作成する。この文書の目的として適切なものはどれか。正解は A、 WBS で定義した作業の内容と意味を明確に定義する。これが補助文書の目的です。それではここでブレイクタイム。試験とは関係ありませんが、今回のテーマに関わるエピソードを紹介したいと思います。今回はプロジェクトマネージャー試験についてお話ししたいと思います。今回勉強した WBS は IT パスポートのプロジェクトマネジメントの分野に関わる内容です。 IPA が実施している情報処理技術者試験ではプロジェクトマネージャー試験というコード試験があります。2022年度のデータではプロジェクトマネージャー試験の受験者数は7382人、合格者数は1042人、合格率は 14.1% でした。 IT パスポートの合格率がおおむね 50% 以上なので、とても難しい試験であることが分かりますよね。難易度が高い理由として、IT 関連の知識以外にも戦略体系や法律など、IT 以外の知識が必要なことが挙げられます。さらに論述形式の問題もあるので、筋道を立てて文章を書くスキルが求められます。とても難しい試験ですが、その一方、とても人気がある試験でもあります。こちらは日経クロステックが実施しているこれから取得したい資格というアンケートの調査結果です。調査の結果では、プロジェクトマネージャーは第3位になっています。それほどプロジェクトマネジメントのスキルは求められており、市場価値が高いということがわかります。もし IT パスポートを勉強する中で、プロジェクトマネジメントの分野が面白いと感じた方は、将来プロジェクトマネージャー試験を受けてみると良いかもしれませんね。それでは今回はプロジェクトマネージャー試験についてのお話でした。それでは最後に復習です。 IT パスポート令和4年春問い36、プロジェクトで作成する WBS に関する記述のうち適切なものはどれか。正解は A、 WBS ではプロジェクトで実施すべき作業内容と成果物を定義するので、作業工数を見積もるときの根拠として使用することができます。次の問題、 IT パスポート令和3年問い54、 WBS を作成するときに作業の記述や完了基準などを記述した補助文書を作成する。この文章の目的として適切なものはどれか。正解は A、 WBS で定義した作業の内容と意味を明確に定義します。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしてもらえると嬉しいです。そして最後にお知らせです。2024年1月からマサルの勉強部屋が運営するオンライン自習室がスタートしています。 IT を一緒に勉強する仲間が欲しい方、チャンネルメンバーシップに登録して Discord で行われるオンライン自習室に参加してみてください。詳細は概要欄をご覧ください。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。